ご紹介ありがとうございます。私は東京工業大学の学術国際情報センターに所属しております真子と申します。日本のオープンコースウェアのコンソーシアムが、どのように形成されたかということにつきましては、MIT の宮川茂先生の存在を抜きにしてはちょっと考えられないところがございますが、簡単、時間的制約もございますので、東京工業大学の中で、どのようにしてオープンコースウェア参加の形を作っていったかということと、それから宮川先生を中心にどのようにして日本のいくつかの大学によってコンソーシアム的なものが徐々に形成されていったかということをお話しできたらと思います。で、皆様ご存知、ご承知のように2001年の4月4日に MIT がオープンコースウェアの構想を記者会見で公表をいたしました。そしてその翌年になりますが、私はメディア教育開発センターが MIT のオープンコースフェアを視察するその、企画に参加いたしまして、初めて MIT を訪れて、オープンコースフェアに携わる、主だった方々、先生方と、初めてお会いして話を伺うチャンスがありました。でその、ことが起源になりまして、その年、同じ年のに宮川茂先生を中心とする国際シンポジウムを東京工業大学、学術国際情報センターが開催いたしました。そしてそれがまた起源となりまして、MIT のオープンコースウェアのテスト、テストパイロットの、アーリーテスターとして、これも宮川先生のご推薦がありましたが、それを経験することがありました。同じく、電話によるインタビューも、これもやはり宮川茂先生のご推薦がありまして、これは2003年の1月だったと思いますが、そういう、経緯というか経験がございます。で、そういう経緯を踏まえまして、2004年6月から8月にかけて3ヶ月間私どもの国際学術国際情報センターの客員教授として宮川先生に来ていただくことになりました。で、その機会を利用いたしまして、一つは宮川茂先生の講演会を企画いたしました。そして、オープンコースウェアがどのようなものであるかという紹介を改めてしていただきました。また、その年の夏ですが、アンヌ・マーギュリスさん、先ほど午前中のセッションで、ご発表をいただきましたが、そのマーギュリスさんの講演会、これも企画いたしました。で、その間にですね、一つは、東工大で、オープンコースフェアを立ち上げる、参加を決めるということを実現するために、宮川先生には大変なご迷惑をおかけいたしましたが、学長、それから東工大は理事副学長が4名おりますが、その一人一人、それからさらに工学部長と執行部に一人一人 別個の日程を組んでですね、お会いして会っていただきまして、でその度ごとにオープンコースウェアのことについて宮川先生から説得をしていただきました。そうしまして、一夏かかりましたが、副学長4人別個にそれぞれに納得していただいて、そして、その役員会のコンセンサスの上に、ようやく学長が最後の決断を下して、教育担当の副学長 を最高責任者として東工大は、
MIT のオープンコースウェアに、まあ、準拠したオープンコースウェア参加 をするんだと、そういう意思決定を導き出すことになりました。でその間宮川先生はMIT のオープンコースウェアが今まではアメリカ国内あるいは MIT だけのプロジェクトであったけれども、その後順調にな展開を見せたことを踏まえて、でグローバルな国際的なコンソーシアム形成を考え始めているというお話を伺いました。ただし当初はですね、日本の大学がそこに予定されていたわけではありませんでした。例えば中国のコアでありますとか、いくつか の例えばスペイン語圏への MIT のオープンコースウェアのコンテンツの翻訳グループであるとかですね、まあ、いくつかの候補が上がっておりましたけれども、日本の大学はそこに入っておりませんでした。でなぜそれでは、日本で OCW の、コンソーシアムが形成されるようになったかと申しますと、これはそのひとえに宮川茂先生が、MIT のオープンコースウェアのアドバイザリーボードのメンバーとして、日本にも声をかけるべきであると、日本 そのトップクラスの大学をそこに巻き込むべきだという提案をなさいまして、でそれを直ちにそのアドバイザリーボードといいますか、その MIT のオープンコースウェア当局が受け入れることになりました。そしてその意向を受けまして、宮川先生が、まあ、東工大にも先ほど申し上げたような大変なご協力をいただきましたが、宮川先生の個人的な、ルートを通じて、あるいは私どもの学術国際情報センター長、まあ、酒井義則と申しますが、その人脈を通じまして、主だった大学への、雇用宮川先生が声をかけになって、そして、当初は慶応大学、それから東京大学、早稲田大学、それから東京工業大学、この4つの大学で最初のミーティングを開きまして、それから徐々に、その枠を広げていって、昨年午前中のセッションでご紹介がありましたように、大阪大学、京都大学が加わって6大学で昨年の5月に共同記者会見を開くという形でコンソーシアムが形成されてまいりました。そしてその後さらにこれも午前中ご紹介あったと思いますが、九州大学、それから名古屋大学、そして北海道大学の参加も振るところとなって、いわゆる、まあ、七帝と慶応早稲田と東工大という組み合わせですが、スタートすることになりました。ただし、東北大学は、数年前にインターネットスクールという壮大なプロジェクトを立ち上げたところでありまして、そちらに、勢力を集中したいというご意向で、当面、直接的にはこのグループに加わらないということでございました。まあ、で、まあ、その昨年それらの経緯を踏まえまして、昨年9月にアメリカユタ州立大学で2回目の国際的な OCW のコンソーシアムが開催されたのに、日本の大学6大学から参加いたしまして、まあ、その時に次回3回目のミーティングを日本で開くということを、事務局長の福原先生、それから京都大学の土佐先生、美濃先生等のご意向もありまして、で日本で開くのであれば、まあ、京都で開くにしても桜の季節ということで、今回、まあ、京都大学、それから、まあ、大阪大学の竹村先生もですが、大変な個人力がありましたけれども、
開くということで、まあ9つの大学がとりあえずは、ファウンディングメンバーズ的に、日本の OCW のコンソーシアムを形成するに至ったというところでございます。時間的制約もございますので、ちょっと知り切れともですが、ここで、ご報告を終わらせていただきます。